どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。仮面ライダーエグゼイドデラックスガンバライジングガシャット&バインダーセットの方をご紹介したいと思います。ではパッケージの方を見ていきましょう。では開けます。中身を開けるとこの3点が入っております。まずガンバライジングのバインダー、ガンバライジングのガシャット、そしてバインダーに取り付けるためのリフィルがありますね。そしてこの中にカードが4枚入っております。ではまずバインダーの方にリフィルを取り付けましょう。はい、取り付けてみました。取り付けるとこのような感じになっております。ちなみにこれがガンバライジングのバインダーになります。ではデザインの方を見ていきましょう。ちなみにバインダーの後ろ側にはゲーマードライバーソフトウェア、マイティアクション X、タトルクエスト、バンバンシューティング、爆走バイク、シャカリキスポーツ、激突ロボッツ、ドレミファビート、ジェットコンバット、ギリギリチャンバラ、ドラゴナイトハンター Z、 エンドモアと書いておりますね。その下には仮面ライダーバトルガンバライジングのロゴマークが描かれております。ちなみに一番上にはボタンのマークが描かれております。では続いて特典のガンバライジングカードを4枚の方を見ていきましょう。まずはこちらのカードです。仮面ライダーエグゼイドバックアクションゲーマー、裏側はこのようになっております。続いて仮面ライダーブレイブファミスタクエストゲーマー、裏側はこのようになっております。続いて仮面ライダースナイプゼビウスシューティングゲーマー、後ろはこのようになっております。続いて仮面ライダーエグゼイドマキシマムゲーマーレベル99、後ろはこのようになっておりますね。続いてガンバライジングガシャットの方を見ていきたいところなんですが、なんと説明書が入っております。ではお待たせしました、ガンバライジングガシャットの方を見ていきましょう。全体このようになっております。ではパッケージデザインの方を見ていきましょう。上には GD と書かれております。そしてその下にはエグゼイド、ゴースト、ドライブがいますね。その下には仮面ライダーバトル、ガンバライジングと書かれております。そして周りをよく見ると、ガンバライジングのカードのデザインになってるんですね。これはとても素晴らしいです。続いて電子板の裏側を見てみましょう。なんと平成ライダーのマークがここに集結しております。素晴らしいですね。左にはガンバライジングと書かれております。では絶縁シートの方を抜いて音声の方を確認しましょう。では音声の方を確認していきたいと思います。こちらのボタンを押すと単体音声が流れます。単体音声は全部で3つあります。では実際にお聞きください。ちなみに電子板の裏側を光らせるとこのような感じです。ではお待たせしました、デラックスゲーマードライバーとガンバライジングガシャットを組み合わせて音声の方を確認しましょう。まずはレベル1、ガンバライジング、続いてレベル2、続いてレベル3、続いてマイティアクション X とガンバライジングの組み合わせ音声の方をお聞きください。
続いてキメアザスロットホルダーとの連動音声。続いてガシャコンウェポンシリーズとの連動音声。続いてバグルドライバー。続いてガシャコンキースラッシャーとの連動音声。最後にガンバライジングとマイティアクション X の組み合わせ音声の方お聞きください。以上で仮面ライダーエグゼイドデラックスガンバライジングガシャット&バインダーセットの方をご紹介いたしました。ガンバライジングを収納するためのバインダーとカードが4枚、そしてガンバライジングのガシャットが付いていて、とてもお得なセットになっております。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さようなら。